ベネデット・クローチェは、イタリアの哲学者、歴史学者。ヘーゲルの対立の論理に変えるに、判別の論理をもってする独自の哲学を確立し、哲学と歴史序述を一体化しようとした。イタリアの精神界のみならず、欧米の思想界に大きな影響を与えた。ペスカス製ロリに生まれた。1883年7月28日、イスキアでの休暇中。 カサミッチョラの地震で両親と妹を失い、生き残った弟と共に、ローマの親戚、シルビオ・スパベンタの家へ転居した。ローマでは、サピエンツァ大学に通い、1884年、アントニオ・ラブリオーラと知り合った。1886年、ナポリへ転居、ジュスティーノ・フォルトゥナートや、サルバト・オレディジャーコモと知り合った。1901年、出版人、 ジョバンニ・ラテルツァット出会い、以後、主要著作は、ラテルツァ出版社から刊行される。1903年、ジョバンニ・ジェンティーレと共に、クリティカ史を創刊し、反アカデミズム、反実証主義の立場を取り、精神哲学体系書著作を、次々と発表した。1913年、ジュゼッペ・プレッツォリーニの雑誌、ボーチェで、ジェンティーレと哲学論争を行う。 政治活動としては、1910年に上院議員に選出され、戦艦期においては、ジョバンニジョリッティ内閣の文部大臣を務めた。ファシズムが台頭するに及んで、これを支持する姿勢も見せ、1924年、統一社会党のジャコモ・マッテオッティが暗殺された時も、クローチェは上院における新任投票で、ベニート・ムッソリーニの政府に新任票を投じている。 1925年頃より、クローチェは反ファシストの立場に転じ、同年5月1日には、知識人の反ファシズム宣言を起草し、その後は一貫して、ファシズム批判を続けた。ムッソリーニ政権下でもクリティカ氏を発刊し続け、ファシズムを攻撃した。1929年にムッソリーニとローマ教皇が結んだ、政教和約に反対し、議員を辞職した。 主張は表現の科学及び一般言語学としての美学、歴史序述の理論と歴史、すべての歴史は現代史である、という言葉で知られる。ありがとうございます。